はい、えー、おはようございます。即課塾の久保です。午後1時になりまして、FX の相場解説、今朝お話したのと、だいぶ形が変わってきましたね。今朝お話したのは何でしたっけ図の方で書き込んでいきますよ。まずはあ、レンジがありますよね。レンジを軽くこういう風に、上底と下程こういう風に定めました。で、ここをブレイクして、ブレイクアウトが起きたよってことを今朝お話したんですけども、その後でね、 ブレイクアウトの後のこれダブルボトムが来るんじゃないかなってことまでお話ししましたよね。で、結局ダブルボトムは成立して上の方に行きました。プラス、ここからが大事ですよ。包み足が出てます。プラス赤三平です。これをどう捉えるでしょう。テクニカルで行けば上昇局面が現れたというふうに判断します。ここまでの 仮説はずっと合ってきたわけなんですけどもこれからもこの基本的なテクニカルの流れは、まあ、高い確率で成功するんじゃないかなと思いますんでこのまんま大きく上昇するその局面に入るということを、うん、私はねここでお話しさせてもらいますまあでもこのぐらいの仮説はもうすでに皆さん立つと思うんですけどねいかがでしょうか はい。必ずそうなるとは限らないですけども、テクニカル的に言えば、かなり高い確率でこうなるということが、今までの例で証明されてますし、私の記憶でも大半こうなってるなと思いますんで、素直にこの形でエントリーしようと思いますね。じゃあ本日は以上でございます。リスクヘッジを忘れずに、ロスカットラインは必ず設定してください。